半分人間であるがゆえに偶然にもバニシングドラゴンを宿すことができたか。全く冗談みたいな存在だよ、お前は。奇跡という言葉は俺のためにあるのかもな。翼が神よ。こいつは過去現在そして未来永劫においても最強の白竜皇になるだろう。最強兵道一世運命というのは残酷だと思わないか。何？俺は魔王の血を引きながらドラゴンの力を得た最強の存在なのに、君はただの人間。悪魔に転生するまでの君はあまりに普通の高校生だった。つまりブーステッドギア以外何もない。つまらないな。あまりにつまらなすぎて笑いが出たよ。ライバル同士のセイクリッドギアとはいえ、俺たちの間には天と地以上の開きがある。いや、ありすぎる。だからどうした？そうだ、こういう設定はどうだろうか。君は復讐者となるんだ。俺が君の両親を殺す。なっ！親を俺のような貴重な存在に殺されれば、多少は重厚な運命に身を委ねられると思わないか。君の両親だって老いて普通に死んでいくつまらない人生よりよっぽど劇的だ。うん、そうしよう。なんてこと。一世、殺すぞこの野郎。一世、なんで俺の父さんと母さんがてめえの都合に合わせて殺されなくちゃならねえんだよ。ベルシスランドのオーバーモンスター。てめえなどに親を殺されて黙るかよ。バランスブレイク。見ろアルビオン、兵道一世の力が桁違いに上がったぞ。セイクリッドギアは強い思いを力の糧とする。純粋な怒りがお前に向けられているのさ。それこそドラゴンの力を引き出せる真理の一つだ。そういう意味では俺よりも彼の方がドラゴンと相性がいいわけだ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。アッタロンブレード、ドラゴンスレイヤー、人たちでも浴びたらダメージは否めないぞ。要は当たらなければいいんだろう。一世、話してお兄様。あの二人のオーラは限界を超えている。近づいただけで焼かれて死ぬぞ。でもこうして見てるだけなんて弱い。弱すぎる。ディバイド。力、忘れてたぜ。あいつは触れた相手の力を吸い取って自分の力に。一世、大丈夫です部長。心配いらないんですか。一世先輩、負けないで。部長が見てんだもんな。負けられっかよ。ブースト。なるほど。あれはキャパシティを超える力を翼から吐き出しているのさ。そうすることで奴は常に上限を維持できるわけだ。どんなに宿主がすごくとも限界はあるってことか。そうだった。コカビエルの時、君は仲間のために戦ったんだったな。家族より先に仲間を殺すべきだったか。ほら、こっちだ。てめえ、いい加減にしろよ、クソ野郎。もっと憎め、いいかれ。もっともっと強くなって俺を楽しませろ、兵道一世。一世、ドラグ、アスカロンに力の譲渡だ。トランスフォーム。ここだ。トランスフォーム。周りに力を譲渡。てめえの吸い取る力と吐き出す力を一気に高めてやる。この翼が処理しきれなくなるほどにな。機能がオーバードライブする。一度体勢を立て直せ。ドラゴンスレイヤーの力、スレイヤーだ。すごいな、俺のセイクリッドギアを吹っ飛ばした。やればできるじゃないか。それこそ俺のライバル。なんてこと。マジかよ。
所有者を戦闘不能にするまでは終わらんさ。それが俺たちの戦いだ。どうした？そろそろ腕輪の効力も限界が来ている。また俺の実力不足ってことかよ。制限時間付きでは話にならん。逃げないと死ぬぞ。部長たちを置いて逃げられんか。ドラグ、セイクリッドギアは思いに応えて進化するんだよな。面白い。だが死ぬ覚悟があるのか、相棒。死ぬのは勘弁だ。俺はまだ部長の処女をもらってない。でも痛えのなら我慢してやる。いい覚悟だ。ならば俺も覚悟を決めよう。我は力の塊と称された赤き竜の帝王。お互い生きて超えてみせるぞ、相棒。いな、共同一世。今さら何をするつもりだ。バニシングドラゴン、バリー、もらうぜ、お前の力。一世、何が起こったんですか。痛い。これに比べたら光の槍のダメージなんて。俺の力を取り込むつもりか。君は不可能とされた生と魔の融合を果たした。なら俺はお前の消失の力、俺のセイクリッドギアに移植してやる。無謀なこと。我らは相反する存在。それは自殺行為だ。アルビオンよ、俺はこの宿主と出会って一つ学んだことがある。バカも貫き通せば不可能を可能にするとな。バカで結構。どうせ才能で勝てないのならバカを貫き通してやるさ。俺の思いに応えやがれ。バニシングドラゴンパワーズセイク。リバイティングギアってところか。ありえん。こんなことはありえない。確実に寿命を縮ませたぞ。いくら悪魔が永遠に近い時を生きるとしても。そんなに生きるつもりはねえ。やりたいことはあるけどな。バリー、これでてめえの力は奪ってやったぜ。おとなしく。面白い。なら俺も本気を出そう。ハーフディメンション。何しやがった。次元を歪ませています。非常に危険です。まともじゃないわ。まともじゃねえのさ。ドラゴンを宿すような奴はどこかな。物は試しだ。もう一方のまともじゃねえところついてみるか。おい、セキュリティ、兵道一世。なんだよ。お前にも分かりやすく説明してやる。あの能力は周囲のものを半分にしていく。半分。つまりだ、イアス・グレモリーのバストも半分になっちまうぞ。はあ。おっぱいが半分に。部長のおっぱいが半分になる。部長のおっぱい、素敵なおっぱい、俺の大好きなおっぱい。ふざけんな。ウソ。俺の部長のおっぱいを半分にするだと。何？許さない。ウソ。てめえだけは。ウソ。許さない。バーリー。ウソ。行く。なんだそりゃ。マジかよ。主様の胸が小さくなるって理由で力が跳ね上がりやがった。今日は驚くことばかりだ。しかし面白い。リアス・グレモリーに手を出してみろ。てめえ、二度と転生できないくらい徹底的に破壊してやる。バーリー。なんだこのスピードは。てめえを野放しにしといたら部長どころかみんなのおっぱいまで半分になっちまう。これは部長のおっぱいの分。リバウンド。これは明野さんのおっぱいの分。これは成長中のアーシアのおっぱいの分。ゼノビアのおっぱいの分。そしてこれは半分にされたらまるっきりなくなっちまう子猫ちゃんのロリオパイのペース。面白い。面白すぎる。まだ立ち上がれるのか。彼にならジャガーノートドライブを見せるだけの価値がありそうだな。自重しろ、バーン。この場でそれは良い選択ではない。我目覚める。
他の言葉に全てを奪う。ブーストバーリン、我が力に翻弄されるのがお前の本懐か。イコ、何しに来た。北のアース神族と一戦交えるから帰ってこいってよ。そうか、もう時間か。なんだお前、急に出てきやがって。そいつはビコ、当選勝物の末裔だ。わかりやすく言えば、最有機で有名なクソザル孫悟空だ。孫悟空？まさかお前までがカオスブリゲード入りしてたとは。世も末だな。いや、白い竜に孫悟空、お似合いでもあるか。カッカッカッ、俺っちは初代と違って自由気ままに生きるんだぜ。よろしくな、赤竜亭。